プロダクトマネージャーになるために装備しておくスキルというテーマで今日はお話しさせていただきます。よろしくお願いします。まず自己紹介をさせてください。私は森本さゆりと言います。2020年1月より Yahoo ニューストピックスのプロダクトオーナーをしています。トピックスは2017年より担当しています。コロナで業務が完全にリモートとなり、8月に京都に移住しました。次に住みたいのは海外か静岡県の裾野市にできる、ウーブンシティというトヨタ自動車が開発する、スマートシティに住んでみたいなと思ってます。趣味は、旅行とヨガと、料理です。ではトピックスについても説明させてください。Yahoo Japan トップページにある13文字程度の見出しがついたニュースです。見出しとその先のページがトピックスです。Yahoo ニュースには約1日6000本の記事が配信ありますが、トピックスになるのは約100本です。記事のピックアップ、見出し、ページの作成はトピックスの編集者が行っています。画面の右にある画像なんですけど、このページがトピックスのページなんですけれども、ここがポイントというところがありまして、そこには Q&A があったりとか、画像があったりとか、いろんなモジュールがあるので、皆さんもぜひ見ていただけたらなと思ってます。Yahoo ニューストピックスのプロダクトについても説明させてください。現在22名で運用しています。トピックスの記事を選ぶツール、入稿するツール、反応を見るツールを作っています。また、PC と SP のトピックスのページのフロント部分も開発しています。トピックスに関するバックエンドや API も開発しています。日々のトピックス作成は編集日で行っており、私たちには編集権はありません。また、Yahoo Japan アプリと Yahoo ニュースアプリもそれぞれでトピックスのページを作っていて、API はこちらで提供しているんですけれども、各アプリで出目が少し違うかなと思ってます。本日のゴールです。本日のゴールなんですが、この発表が終わった時に皆さんに下記の3点が分かったっていう状態を目指して今日私は話そうと思ってます。プロダクトマネージャーの仕事が分かった。プロダクトマネージャーになるために装備しておくスキルが分かった。次に取るべき具体的なアクションが分かったっていうところを目指して話していきます。プロダクトマネージャーってどんな仕事というところからです。プロダクトマネジメントというオライリーが10月末に出していた本を読んでみたところ、これだっていうところがあったので引用させていただきました。プロダクトマネージャーはビジネスと顧客の両方を深く理解し、価値を生み出す適切な機会を見極めます。ユーザー分析や顧客フィードバック、マーケット調査、ステークホルダーの意見など様々なデータを組み合わせて、チームがどんな方向に進んでいくのかを決定する責任があります。で、これもプロダクトマネージャーってこうだなっていうふうに思ったんですけれども、プロダクトマネージャーの定義は完全一致しないと思ってます。プロダクトマネージャーであっても、組織によって任される業務や責務が違います。Yahoo ではプロダクトマネージャーの数は実は少ないんです。それでも回っているのは、サービスマネージャーという役職があるからです。私はプロダクトオーナーなんですけれども、業務の内容はプロダクトマネージャーの拡張版で、アジャイルとは全く関係がないです。Yahoo ニュースの体制についても少し説明させてください。サービスという Yahoo ニュースというサービスがあって、その下に班というものが3つあります。コアプロダクト班っていうのがプロダクトを作っているところで、私もそこに所属しています。他にコンテンツ班という編集が主のコンテンツ作成する部隊があったりとか、エコ班という、コンテンツ獲得をしている部隊もあります。で、コアプロダクト班の中には、プロダクトは現在4つありまして、トピックス、アーティクル、コメント、ニュース、アプリです。で、私はこのトピックスのプロダクトオーナーをしています。で、ということで、プロダクトマネージャーとはいろいろあっていいと思ってます。私個人の意見なんですけれども、プロダクトの現在と未来に責任を持ち、最短で最大の効果を出し続ける人だと思ってます。で、私が今日話すことが正解という話ではないので、いろんなプロダクトマネージャーがいるので、皆さんもそれぞれご意見を持っていただいて OK です。で、定義はいろいろあるんですけれども、ベースとしてやることは一緒だと思ってます。で、プロダクトマネージャーがベースとしてやっていることを6つ挙げさせていただきました。1つ目が、プロダクトが中長期的にどうあるのかというのを示すことです。ミッションビジョンってよく言われるところだと思います。で、ここすごく大事なので、ここで誤った方向に行くと、全部こけてしまうので、時間を使って考えていただくといいかなと思います。で、簡単に揺るがない軸となり、チームの足並みも揃えます。なぜそうならなければいけないのかっていうのがユーザーとビジネス視点で言えるということが大事です。で、二つ目がどうあるのかの考えに従い、達成のために具体的なアクションを考えることです。ロードマップを引き、いつ頃にどの程度になっているのかということを示します。案件を細分化し、プライオリティをつけます。都度調整します。案件は突如増えますし、状況によってプライオリティが変わるからです。で、3つ目が、2の案件をプライオリティに従い実行することです。チームやあらゆるセクターと連携し実行します。ありたい姿にちゃんと近づいているかっていうのは案件ごとにライブテストとか調査を行って追っていきます。で、実際にトピックスではどうあるのかという話なんですが、どこよりも簡潔で分かりやすいというところを私たちが目指している姿です。なぜそうあるべきなのかというのは、短い時間で理解ができるという価値を提供し、価値を高めて PV を増やし、ビジネスに貢献するということです。で、どうやって到達するかについては、最終ゴールに PV 増加があり、そこには誘導数を増やすことだったりとか、価値を高めること、認知を増やすこと、編集をサポートするというところで、到達しようと思っています。それぞれのものに、具体的な案件が下に紐づいてくる感じになっています。で、現在と未来に割く時間の割合なんですが、2020年の12月のスラックの会話歴を見てみたところ、現在と未来に割いている会話数が均等だったっていうので、現在も見ているし、未来も見てますよっていうところです。で、プロダクトマネージャーになるために装備しておくスキルについてです。皆さん、ソフトスキルとハードスキルってご存知ですか？ソフトスキルっていうのは明白な基準がないスキルで、いずれも自己申請なので曖昧だったりします。説得力とか本質を見抜く力とかリーダーシップ、コミュニケーションなどなどです。ハードスキルというものは明白な基準があるスキルで、幅はあれどできることが明白なことです。Java、UI デザイン、アプリ開発、自然言語解析などなどです。一つ Java と言っても、Java の神レベルな人と、ビギナーの人と、レベルは全然違うっていう話なんですけれども、Java の仕事をお願いしたときにできるっていうところが、わかるものなので、明白っていうことですね。はい。エンジニアやデザイナーの皆さんはすでにハードスキルをしっかり持っているので、今お持ちのハードスキルは、プロダクトマネージャーになっても武器になるので、育て続けてください。プロダクトマネージャーになり、私がですけれども、ソフトスキルの大切さをすごく感じているので、プラスでソフトスキルを鍛えることで、プロダクトマネージャーに近づくんじゃないかと思ってます。具体的にどんなソフトスキルが必要かっていうところを、先ほどの1、2、3のところでやることに対して、並べてみました。本質を見抜く力、説得力、リーダーシップ、ストーリーテリング、分析、課題発見、戦略、未来思考、批判思考、クリエイティビティ、チャレンジっていうのが1番目です。で、2番目が、判断力、情報整理、柔軟性、優先度管理、ロジカル思考。3つ目が実行力、やりきる力、調整力、巻き込み力、ファシリテーションです。これ私がこういうものがいるかなっていうのを挙げてみただけで、もっと他にもあると思うので、皆さんがこういうソフトスキルあった方がいいんじゃないかっていうものを育てていただいたりとか、自分がこういうの弱いんじゃないかなっていうところを育てていただくのはすごくいいかなという話だと思います。で、ソフトスキルをつけたところで、実際にプロダクトマネージャーになれるかっていうと、それはまたちょっと違うのかなと思ってます。で、プロダクトマネージャーにじゃあどうしたらなれるんだろうというところを少し整理してみました。まず、友達に例えばプロダクトマネージャーになりたいって言われたところを想定して、このフローズを作ってみたんですけれども、そういう相談があったら、まずなんでプロダクトマネージャーになりたいのっていうところを聞くと思います。で、プロダクトマネージャーになった方がいいっていうふうに思ったら、じゃあ今の職場ではプロダクトマネージャーがあるのかないのかっていうことを聞きます。ある場合はプロダクトマネージャーになることを目指せばいいですし、あった場合でも個人で開発、プロダクトを作ったりとか、プロダクトマネージャーがある仕事に転職するっていうことも OK でしょうし、もしない場合でも、必ずプロダクトマネージャーに近い仕事っていうのはあるはずなので、それになってみるとか。現職で、プロダクトマネージャー職を作るっていうのもいいかと思います。プロダクトマネージャーがあると、こういうふうに会社に貢献できますよっていうことが伝われば、そういう仕事があってもいいよねっていう話になると思います。で、言うのは実は簡単なんですけど、この色塗ったところって結構難しいんじゃないかなと思ってます。じゃあ、それになるために具体的に何をすればいいのかっていうところを挙げてみました。で、これらっていうのは私が具体的に実際にやったことではあったりします。なので、皆さんもこういうのをやってみるのをお勧めしますというところで並べてみます。まず一番最初目なんですけれども、現状を知るというところです。プロダクトマネージャーに求められていることを知るということはすごく大事で、今日私が話していることも一つだと思いますし、プロダクトマネージャーってなんだなんだっていうようなことを書いてあるところって本だったりとかコンテンツがたくさんあるのでいろいろ見ていただいたりとか、実際に仕事の求人情報を見てみて、プロダクトマネージャーでこういう人を求めますっていうところが書いてあると思うので、そういうもので、どういうことが求められているとかっていうのを、知っていただくのはいいかと思います。で、その次に、英語スタイルの履歴書を書くっていうのことをお勧めしたいです。日本語でいいので書くって書いたんですけれども、何がいいのかっていうと、英語スタイルの履歴書っていうのは自分の実績をもとにどういう成果を出したのかっていうことを書いていかなければならなくって、これまで自分がしてきた仕事の中で何がプロダクトマネージャーになるために、効果的なのかとか、何が足らないのかっていうところを知ることができるので、とてもお勧めしたいことです。英語レジュメ書き方とかで調べていただくとたくさん出てくると思うので、参考にしてみてください。で、その次が、プロダクトマネージャーになりたいことをいろんな人に伝えるっていうので、いろんな人に話すと、この人こういうことやりたいって言ってたよねっていう話で仕事が来ることもあると思うので、いろんな人に伝えるということはいいことだと思います。で、その次が自分の存在をしっかりアピールするっていうところで、何かやってくれそうかを出すっていうのは大事です。で、その次が、視野を広く持つということで、自分がプロダクトマネージャーだったらこうするっていう視点を持つのはすごく大事だと思います。で、できるだけ直近ではなくて未来を見ますし、自分のプロダクトだけじゃなくて、隣のプロダクトとか他のプロダクトを見て、物事を判断するっていうことができるようになると良いかと思います。その次が自分で勉強するです。コンテンツたくさんありますし、現状今仕事をしている中でも UI とかライブテストとか調査とかいろんなものがあると思っていて、ここの引き出しをたくさん作っておくっていうのは、プロダクトマネージャーが今後判断しておくときにすごく効果があると思います。こういうライブテストがあって、ボタンの色をこう変えました。じゃあ、この数字が鳴りましたっていうところが分かっていたりとか、そのユーザーはこういう反応をしましたっていうところが分かると、すごく判断がしやすいです。で、その次が、何か始めるときに相談ができる人脈を広げておくっていうのはもちろん大事です。その次が、今の仕事を 120% でやるっていうことで、今の仕事をないがしろにしない。今の仕事をしっかりせずにプロダクトマネージャーをやりたいと言っても聞いてもらえないので、仕事はしっかりやりつつ、プロダクトマネージャーに対して準備をしておくっていうことが大事かと思います。で、転職を考える際なんですが、プロダクトマネージャー未経験を採用してくれるケースもあるんですけど、経験者がやっぱり好まれると思うので、未経験の場合でもそれができると思われる必要があります。近い仕事をしておき、なんで自分がふさわしいかっていうことがちゃんと説得できるようになっておくっていうのはいいことかと思います。で、海外なんですけれども、アメリカの、プロダクトマネージャーとかだと、サイエンスのバックグラウンドを持っているっていうのが必須条件だったりするので、エンジニアの皆さんとかは、特に、やりやすいというか、好まれる方が、会社として好まれることが多いかなというふうに思ってます。はい。では、本日のゴールなんですが、皆さんにこの問いをかけて終わろうと思います。今日、プロダクトマネージャーの仕事の内容は分かりましたか？プロダクトマネージャーになるために装備しておくスキルは分かりましたか？次に取るべき具体的なアクションは分かりましたか？今日たくさん説明させていただきましたが、少しでも皆さんのお役に立てると幸いです。今日はどうもありがとうございました。